しているわけは、男は恋をしていればいつだって青春などと、幾度倒れてもきっぱりと言い切れる、その明るさと強さ。先輩はすでに7つの青春を散らしてきたが、その都度不屈の努力と勇気で立ち直るだけか。見事それを自分のエネルギーに変えて成長したのだった。最初の春が散った時、彼が涙こらえて手にしたのは言葉いのないセンス。壊れた光が焼けっぱちで手に切れたのが自動車免許証。なぜそっちに走ったのかは謎だが、次々と春を散らすたびに大きな車に乗り換えて、そんなわけで7つ目の春が散った去年から、先輩は自動車に乗って口で、おせっかいで涙もろくて、水虫だけど気前がよく、間抜けだが強くて優しい。こんな生かした男の魅力に誰も気づかないとは、女たちはバカか。青春を没にした後、いつも僕を洋画まで呼び、高速料金所のカード、おじさんから不愛想に聞いたくって、果てとない昇進の旅に出るのが唯一悪い癖だった。先輩がついに8つ目の春に挑んだ相手は、かわゆい利口で優しい素敵な子。と思わず僕はお百度参りに見守り、それとこっそり不安の旅自宅。僕のそんな願いを踏み散らかして、半年たたずに電話が来たよ、あの場所で待てと。パンパチ午前通り朝もやをけ立ててやってきたのは、助手席にちょこんと座っているのは、八つ目のかわゆい青春ではないかいな。先輩はおでこポリポリ、赤い顔して不愛想に言う。そんなわけでよ、ちょっと行ってくるか。